からはみんなの笑顔の魔法の力で彩られたフェニックスワンダーランドのもう一つの顔、スマイルナイトタイムのスタートだよ。まだまだ夜は終わらないよ。いつショータイム。今度は客たちが一斉にアトラクションに移動し始めたぞ。これは今までフェニックスワンダーランドはアトラクションが他のテーマパークに比べて少ないことからワンデーチケットの売れ行きが伸び悩んでいた。以前も日中だけではなく夜ならではの魅力を作るためライトアップ施策を行ってみたが、競合するテーマパークと差別化できずあまり効果はなかった。しかしこのショーによってライトアップが意味を持ち、夜のアトラクションがより魅力的に見えるようになった。確かにこの方法であればアトラクションに乗ってみたいという気持ちを引き起こさせるかもしれない。ここまで考えていたっていうのか。あのワンダーステージのキャストたちが。私だ。どうした？予約チケットが3ヶ月先まで完売しただと。平日のナイトチケットまで。フェニランがトレンド1位。あのショーのラストシーンが SNS にアップされて1時間で数百万回以上視聴。はあ？まさかあのショーだけでそんなことになったのか。どうやらそのようだ。特に中高生の間で話題になっているらしい。そのせいで平日のナイトチケットまでは完売している。マジかよ。さて、まとめ惜しいけれどそろそろお別れの時間だ。バイバイするのは寂しいけどまたここで一緒に笑顔になろうね。皆様本日はどうも。ありがとうございました。ブラーボー、ブラーボー。M、M、お前。お父さん、お兄ちゃん、その、私、ごめんなさい。でも私、諦めたくないの。みんなを笑顔にするフェニックスワンダーランドを、これからもずっと、残し続けていきたい。どんどんアトラクションが変わっちゃっても、ステージがなくなっちゃっても、みんなを笑顔にするっていう思いだけは、ちゃんと残していきたいの。その思いが変わらなければきっと、お客さんも来てくれるから。だから。少々、よろしいですか？ミスター・ライリー。私は、本日のショーを見て、素直にこう思いました。この場所から生まれるショーをもっと見てみたい。とね。テーマパークすべてを使ったショー。確かに珍しいかもしれませんが、世界中を見渡せば今までなかったわけではない。それでもこんなに心を打たれたのは、ここにいる人たちの思いがあるからでしょう。すべてのキャストの目に意志の光があり、全員がお客さんを笑顔にしたいと純粋に願っている。そんな素晴らしいテーマパークは作ろうと思ってもなかなか作れないものです。
どうでしょうか。我が社のキャラクターでこのテーマパークを乗り換えてしまうよりも、我々もここの仲間に加えていただくというのは。え、それは一体。ただ純粋にこの場所から生まれる素晴らしいショーに、私の愛する子供たち、我が社のキャラクターが混ざっている未来を想像したのですよ。どうにも他の場所では見たことがない幸せな笑顔をしているような気がしてならないのです。ミスター・ライリー。もちろんライセンス料も最低限で構いません。どうですか。それはぜひよろしくお願いします。父さん、すまなかったな、圭介、翔介。え？私はこれまで市場を挟むべきではないと考えてきた。大鳥グループの全てを預かる身として個人的な思い入れがあったとしても、経営的に厳しい部分があれば改革していくことはやむを得ないと、そう戒めてきた。だが私にも一人の人間としての思いがあったようだ。思い？今こうしてこの場所がかつて父さんが望んだままでいられることを、私は心から喜んでいる。父さん。ミスター・ライリー、多大なるご配慮に最大限の感謝を。これからどうぞよろしくお願いいたします。喜んで。おい M、 お前が勝手にショーをしたことを俺は許してないからな。けどまあとりあえずは許してやる。お前の夢のおかげで父さんや兄貴も喜んでいるからな。それじゃあショーは成功ということだね。まあ私が力になったのだから当然ね。あそっか。え、ちょっと何固まってんの。あんたのことだから、どうせ大声でウォーとか叫ぶんだと思ってわざわざ耳塞いでたんだけど。静音モードでしょうか。もしかしてショーをやりきったからお疲れかい。ああ、いや、なんと言えばいいんだろうか。これだけの人が、俺の目に映るすべての人が笑っていて、なんと素晴らしい光景かと思ってな。うん、これってやっぱりとってもとってもワンダホーイだよね。いや、昨日はまさに絵に描いたような大成功だったな。 SNS でもまだ拡散してるみたいだし、これならお客さんたくさん増えそうだね。さすがにここまで全国的に話題になるとはちょっと思ってなかったね。やっぱり M 君が考えてくれた笑顔の魔法のおかげかな。兄ちゃんたちがここに来るかもしれないの。何？
M の兄たちがか？ああ、今まさに到着した。話に入っても問題ないだろうか？おや、まさかこんなすぐにまたお会いできるとは。な、何の用？まず、感謝させてほしい。素晴らしいショーをしてくれて、本当にありがとう。え？厳しい現実の前に理想を掲げても意味がないと、いつの間にかそう思い込んでしまったようだ。だが、君たちのおかげで思い出せた。理想があるからこそ素晴らしいものはできるのだと。そんな君たちにぜひやってもらいたいことがある。やってもらいたいことですか？それって？ああ、フェニックスワンダーランドの宣伝大使だ。宣伝大使？今回のショーが話題になったことで君たちワンダーランズショータイムの知名度が上がっている。それを生かした新しい施策だ。昨日のショーやワンダーステージでのショーも定期的に開催しつつ、君たちには外部で公演をしてもらい、フェニックスワンダーランドの名前をさらに広めてもらいたい。ま、本当ならショーコンテストで優勝したキャストを中心に新 CM を打つはずだったんだが、それも提携方針の見直しで流れたからな。その代わりにあちこち飛び回ってショーで新しい宣伝をしてほしいってことだ。ということは、これは俺たちの素晴らしいショーを全国に披露するチャンスというわけだな。その話引き受けた。ちょっと細かい内容聞かないで安請け合いするのやめた方がいいんじゃない？まあ、いいんじゃないかな。無論、こちらも君たちのサポートを最大限していくつもりだ。ここのためにというのもあるが、フェニックスワンダーランドの可能性を思い出させてくれた君たちと、さらにここを盛り上げていきたい。どうかよろしく頼む。そういうことだ。まあ、よろしくな。では、第一幕の閉幕、そして第2幕の開幕ということになるのかな？そうだね。とりあえず丸く収まったし、これからやることはまだまだあるし、そう思っていいんじゃない？よし、それではワンダーランズショータイム集合！はーい！なん？突撃しろとは言ってない。我々はこれよりこのワンダーステージを起点として宣伝大使の活動をスタートする。新しいことに挑戦するならば新しい苦難もあるだろう。だが俺たちの目的はただ一つ、俺たちのショーでみんなを笑顔にすることだ。この目的のために苦難を乗り越え突き進んでいこうじゃないか。というわけで M、 いつものやるぞ。いつもの？うん、あ、お兄ちゃんたちも一緒にやろう。私がこう言ったら。はあ、俺は絶対やらないからな。なるほど、面白そうだな。兄貴？じゃあ行くよ。みんなワンダホーイ！なんでショウスケお兄ちゃんはやってくれないの？誰がやるか！なんだこのアホみたいな掛け声は！まるで子供の頃のようだな、ショウスケ。では、ワンダーランズショータイム、華麗なる第2幕のスタートだ！